私の思いをこのタップにかけるわ。ガチャをひかひかひかおわ。はい、どうもみさこんにちは、太陽太です。今日もカムトラやっていきたいと思います。まあね、いよいよイベントの方が始まりまして、皆さんどうでしょうか、進捗の方は。まあ、自分はですね、今累計が6000いくらって感じですね。で、一応ね、まあ、砂浜の方はね、エクストラまで、クリアしました。うん、ただエクストラはま、敵がですね、かなり強いですね。うん、ま、自分の残飛行であってもですね、まあ結構まあ HP にも振ってはいるんですけども、まあ、敵の攻撃はね、まあ、結構ガツガツ入ってくるので、まあ耐久とかでいかないと、まああっさりね、もうえぐられちゃうかなっていう感じですね。はい。でですね、今回何をやるかっていうのは、はい、まあ、前回ちらっとお話ししていた水着ガチャ、こちらをねやっていこうかなと思います。で、今回ね、この渚のサマーバケーションの期間限定キャラとして、水着仕様のね、まあ、キャラクターが、実装されています。これね、もともとイベントの告知の方では特に水着ガチャが来るっていう話はなかったんですけども、まあね、自分はねちょっと来るんじゃないかなと、まあ思ってはいたのでね、で、石の方はね、通常は、まあ、クエストの方の、まあ、難しい、まあ、激ムズをね、まあ、ある程度クリアして、まあ、貯めといた石がね、まあ、6000個ほど、まあ、ありますので、まあ、こちらを使ってね、ガチャを回していこうかなと思います。で、今回については、まあ、最大で、まあ、20連かな。うん。まあ、20連引いて、まあ、水着キャラね、まあ、何かしら当たればいいなっていうのと、あとはそうですね、今まで持ってない星5のキャラクターが欲しいなと思います。で、イベントね、まあ、まだ進めてる方、まあ、自分もね、まあ、ガンガン進めてるんですけども、水着の、なんだっけ、これ、モモムミっていうのが敵のボスで出てくるんですけど、こいつ、まあ、強いですね。まあ、強いです。うん。ただ、自分で使ってみるとどうかわからないんですけども、いや、いいっすね。てなわけでね、今回は久々にガチャの方を引いていきたいなと思います。で、提供割合の方をね、まあ、確認するんですが、出ないかな。出ましたね。で、もともとのね、星5のは、あの、発出割合は変わってないんですけども、まあ、その中で水着キャラは、まあ、他のキャラクターが 0.16%、0.2% ぐらいに対して、まあ、水着キャラは 0.5% と、まあ、割合的には高くなってるんですけども、まあ、全体的に別に排出割合が高いっていうわけでもないですね。なので、ガチャを引いていきたいなと思います。二次推奨2500個消費します。10回引く。ここからいきますよ。ガチャを引こう。どうでしょうか。まず金色がいっぱい出てほしい。金色？あれ？一人。おいおい、水、どうした？嘘でしょ？俺の名前はコーナー。解放されていくわ。こいつめっちゃ出るんだけど。
こいつめっちゃ出るなぁ。あー、特訓マヒトね。あ、プラスが解放されるのはいいんですけども、俺の名前はコーナー。よろしくねー。いや、そういうわけじゃないんだな。チョパーグはいいよ、もう。チョパーグはいいよ。いやー、こいつの水着が欲しいんですね。水着が。私は佐藤。私は佐藤。こんにちは。どういこっちゃ。あ、詰まるだぜ。まあね、解放石もらえるのは嬉しい。お、え、うい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 や。あ、でも剣風いつき持ってなかったんですよね。よかった。よかったけどよくないわ。水着じゃないぞ。でも星5の風属性のキャラクターね、強いの持ってないので、いや、めっちゃ嬉しいっすね。めっちゃ嬉しいけどなんか嬉しくない。いや、どうせだったら水着のね、キャラクター出てほしかった。ちょっと一旦ホームに戻ってからのですよ。続いて20連目いきますよ。まあ、ここでね、まあ、せめて1体でもいいので引きたい。引く。私の思いよ、このタップにかけるわ。ガチャを引こう。どうでしょうか。金金一体、金金金。お、いいよ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 。私はベティ。私はベティ。こんにちは。な、ベティはベティでもあれですね。あの、名前付きのベティ欲しかったですね。僕マヒト。強くなって。君はマヒト。こんにちは。僕マヒト。みんなを守るんだ。マヒト被るな。僕マヒト。強くなって。僕マヒト。どうも皆さんこんにちは、マヒトです。どういうこっちゃ。いや、なんかデジャブにしか見えないんだけど、おかしくない？ゼッカだ。ゼッカね。燃やされてるね。なんかゼッカもめっちゃ出てるんだよな。はい。海賊団のタケトラ。元気の良さなら誰にも負けねえさ。タケトラか、初めて出たな。まあ、星4つ。これ使えんのかな？ゼッカもプラス10になっちゃってるよ。ゼッカどうした。お、きたきたきた。うぃ、きちゃったよい。きた。水にもももみ、いいっすね。メイカの星4つも初めてですね。よかったー、一体だけでも来てくれて。攻撃タイプでしたよね。うん。この金は私がふさわしいものか試している。キャラクターの方見ていきましょうか、せっかくなんでね。バトルキャラ作成後の、ラムネの獲得量が 15% アップ、いいですね。うん。で、所持スキルの方が、炭酸脚でいいのかな。敵一体攻撃し 75% の確率で一旦の間挑発する。あ、素早さ依存で、一旦挑発か。はい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 。これは珊瑚礁でいいのかな。
敵一体攻撃し 80% の確率で敵の攻撃力と防御力を2ターンの間下げる。はあ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 、まあ悪くはないですよね。ラムネ分回し、敵一体を攻撃する。この攻撃は倒れた味方が多いほど威力が増加する。これは正直そこまで実用的ではないような気がするな。結局味方が結局一人の方がかなり火力が乗るっていうことでしょうけども、気になるオーリーには敵全員を2回攻撃し、2ターンの間2つの毒を与える。さらに相手にかかっている弱体効果1つあたり 50% の確率で毒を1つ追加で与える。はー、なるほどね。つまり1体かかってる状態だとプラスで1個か。まあ、全体を2回攻撃はいいですよね。で、2ターンの間2つの毒を与えるっていうのも、まあ、毒2倍でかかるってことだから、まあ、奥義は悪くないかな。白き金は癒しの金。はい。まあ、せなわけでですね、まあ、今回は、新しい水着イベントガチャの、キャラを狙って、まあ、20連、まあ、引いてみたわけなんですけども、まあ、なんとかね、水着のもむみを1体当てることができました。まあできればね全キャラ欲しかったですけども、まあ1キャラでも当たっただけでもね、まあいい方じゃないでしょうかね。まあ、ワンチャンですね、まあ今からまあこのカムトラ始める方はね、まあ、もしかしたら水着キャラのを狙って引く方もいるかもしれませんけども、まあどうなんでしょうね。まあ、やっぱり期間限定のキャラクターってのは魅力的ですよね。うん、はい。まあ、てなわけでね、まあ、今回当たったキャラクターを、まあ、どんどんね、まあ、育てて、まあ、イベントでね、まあ、使っていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。